はい、こんにちは、チャンクです。はい、ただいまね、岡山県の瀬戸パーキングエリア上りに来ております。はい、ここはね、シャワーステーションがあります。下りはねないんですけど、上りはねシャワーステーションありますけど、やっぱりね結構順番待ちしてましたね。はい、モテナスか、もうコンビニじゃないんか。いや、ペイペイ使えると思って財布持ってきてなくて。はい、そんな感じでまずね関東に向かって走ろうと思います。はい、埼玉県の加須市に向かっていきます。はい、出発進行。出発します。はい、鈴鹿パーキング、スーパーカー鈴鹿パーキング、トラック空きになってましたけど、さあ止めれるんですかね。結構これ駐車場ね、空きになってても全然空いてない時ありますからね。普通に結構空きになってるな。よいしょよいしょよいしょ。お待つ君の横で僕は時計に儲けるって。鈴鹿パーキング行ってみましょう。レッツゴー。上りの方が空いてるんか。セブンイレブンの揚げ鶏、うまい。普段マスク、喋るときは僕YouTube 撮るときはマスクしてないんですけど、普段はこのタイプかこのタイプ、どっちか。臭い。このタイプは会社にあるんで、はい、っていうかね、ここもねこうやってベッド作るんですよね。ベッド作ってもこれなんかねすぐガチャンってなるんですよね。ガチャンってなるけん、うまく噛み合わせが悪いっていうか、ここのこれ
こっちに合わせたら多分もうちょっと体重がいっただけでもうこんなにガタンになる。でナッカさんとか聞いたらここの間にねなんかねペットボトルかなんかをナッカさんもこれ用だし一緒の会社のこれ乗ってる人もこんな感じで隙間当ててしてたんですよね、うん、こんな感じで。でも僕ねどっちにしろ待機するときとかこれ待機するときね結構寝るときはまあこの状態ベッドやった状態でいいんですけどやっぱこの状態の方が椅子を結構倒せるんで待機するとき、はい、やっぱこれがあったらねどうしても待機するとき結構後ろまで倒せないんですよね、はい、まあ運転中は通常多分僕ずっとこんな感じで今運転してますね。結構下がるんですよ。あったらね多分このクッションがあったらもうこの辺ぐらいまでしか下がらないですよね。こんな感じ最高。はい、じゃあ30分来たんで出発します。5時間半ぐらいなんでもう1回休憩するんでねちょっとあとまあ3時間ちょっと走ってまた休憩したいと思います。はい、じゃあ走っていきます。行ってきます。バイバイ。ここで止めれたら止めたいんですけどね。一番一番いいのはここで止めれたら一番いいんですけど。開いてました。よし。さすがに。さすがに12時過ぎたらさすがに開いとるっすね。さすがに空いてました。はい、お疲れ様です。とりあえずトイレ行って歯磨きして寝ましょう。よいしょ。はい、寝る準備完成しました。ちょっとこの辺片付けますね。全部倒したらこっちにガタンでいくんで僕はもうこれがいいですかね。これが一番、はい、しっくりくるかなって感じですね。これを気持ち下げて